大木明、大木明、大木明、1935年4月29日から2005年12月15日は、福岡県出身のプロ野球選手、プロ野球監督、野球解説者。昭和30年代の西鉄ライオンズ黄金時代に、正二類士として活躍し、引退後は西鉄、近鉄、オリックスのコーチ、監督を歴任した。 特に1980年代から90年代にかけて10.19と呼ばれた名勝負や阪神大震災後に頑張ろう、神戸を合言葉に快進撃を果たし、率いたチームを11年連続で A クラス入りさせた。血液型は A 型。教員をしていた両親の間に生を受ける。父親は太平洋戦争にて年月に戦死し、 母の手一つで育てられた。二人いた妹も,も病気で亡くしたため、八幡製鉄に就職して、母を安心させたいと、工業高校への進学を希望していたが、中学野球部での活躍に目をつけた、東畜高校 OB の説得により、同校全日清少業科に進学。1953年、3年の時に、夏の甲子園に、投資券4番バッターとして出場する。 二回戦、初戦で、片岡公有保守のいた波賞に0から3で、完封負け。高校卒業前に、南海ホークス、中日ドラゴンズ、西鉄ライオンズの3球団から誘われ、甲子園出場時に練習した大阪スタジアムで、南海の選手を見て憧れていたこともあって、南海入団希望だった上に、南海と中日の契約金は100万円だったのに、 大使に私鉄は60万円だったにもかかわらず、監督の三原治が自ら自宅を訪れ、私に任せなさいと肩を叩かれたことで、運命を感じたと、1954年、西鉄に年俸36万円で入団。当主として入団したが、1年目の春季キャンプに、フリーバッティングでの投球を見た三原監督から二類種へ、コンバートを命じられる。以後キャンプでは、 首脳陣は大義を二類手として鍛えるため大義に激しいノックを浴びせた。一年目から宮崎要に代わりレギュラーに定着、同年のリーグ優勝に貢献する。1955年には規定打席に到達、40位、打率。235、1955年5月22日の松江でのトンボユニオンズ戦で1試合6安打のパリーグ記録。 以降長きに渡り中西太と豊田康光らと共に、西鉄黄金時代の内野陣を支えた。打率は低かったが、チャンスメーカーやつなぎ役としての役割を果たし、堅実な守備でもチームの柱となる。1956年からの3年連続日本一に貢献。しかし巨人との3度の日本シリーズでは不審にあえぎ、ほとんど活躍の場がなかった。入団以来、 遊びの合間に野球をやっていたというほどの遊び好きが、工事、三年目には、三原から、西鉄の合宿所に近い大園寺に、毎朝十時に来るよう命じられる。ここで、毎朝三原から、野球のことや、ただ酒は飲むなという一般常識の話などを説かれた。1五十九年に、三原が、西鉄の監督を退任し、このまま遊び好きのままでいいのかと自問し、 以後練習に打ち込むようになる。打撃コーチの坪内道則と共に打撃の強化に努めた。1960年にベストナインに選出され、1961年にはオールスターに初出場。しかし1963年にトニーロイ、ジム・バーマ、ジョージ・ウィルソンの加入で出場機会が減る。1967年限りで現役を引退。 1968年から1969年まで西鉄のコーチを務めた。1970年、三原治が監督を務めていた近鉄の守備走塁コーチに就任。主に攻撃時は三塁コーチを担当し、1979年の日本シリーズ第7戦における江夏の21球が伝説になった広島との日本シリーズも三塁コーチを担当していた。 1974年から1981年まで近鉄の監督だった西本幸雄は、大はベンチのサインを一度も間違いなかったと語っている。1983年オフ、岡本勇打撃コーチの監督就任とともにヘッドコーチに昇格。1987年オフ、岡本監督の公認として近鉄監督に就任。1年目は、 西部との激しい優勝争いの末、10.19でリーグ優勝を逃した。この年の激烈な優勝争いは九死に残るドラマティックなものであった。前年度再開のチームを率いて、当時黄金期の西部をあと一歩のところまで追い詰めた。様々な奇策による交際杯は恩師、三原治の三原マジックに習って、扇マジックと称された。 翌1989年にはオリックス、西部との三つどもえの優勝争いを演ずる。この年の優勝争いもまた激しいものであったが、ついに2位オリックスにわずか1輪差、3位西部とは2輪差、でチームを9年ぶりのリグ優勝に導いた。その年、読売ジャイアンツを相手に行われた。日本シリーズでは、3連勝の後の4連敗を喫し、チーム初の日本一を逃す。 その後は、毎年 A クラスという成績を残すものの1991年から1992年と2年連続、西部との優勝を争いに敗れ、1992年をもって監督を優退。近鉄監督時代には、野茂秀夫や赤堀元行など、後のチームを支えることになる若手を、数多く育成した。1993年の1年間朝日放送。 ABC、九州朝日放送、KBC スポーツ日本の解説者を務めた後、1994年より、オリックスブルーウェーブの監督に就任。就任後、これまでに軍生活を続けていた一郎をすぐに一、軍で抜擢し大活躍させ、その他にも、前任の土井正三監督時代から遊撃手として、期待されながら、イップスに陥っていた、田口壮を、 外野手と適応し成功させるなど、土井の時代に停滞していた才能を次々に開花させた。就任1年目の1994年のシーズンに、早速チームを2位に浮上させると、翌年の1995年には、阪神・淡路大震災に遭い、一時は試合開催さえ危ぶまれた状態から、頑張ろう、神戸を合言葉に、オリックスとして初のリーグ優勝に導く。 日本シリーズでは野村克也監督率いるヤクルトスワローズと対戦するが1勝4敗で日本一ならず。翌1996年もリーグ優勝を果たし、日本シリーズでは長島茂雄監督率いる読売ジャイアンツと対戦。4勝1敗で巨人を下し、監督として初の日本一に輝いた。この年の大晦日に行われた第47回。 NHK 紅白歌合戦では審査員を務めた。その後リーグ優勝を果たすことはなかったが、1999年まで6年、連続で A クラスを維持、近鉄監督時代を含めると11年連続続けた。一郎や田口がメジャーリーグに渡り、2年連続で B クラスとなった2001年、限りで監督を退任した。なお、近鉄のコーチ時代は、 ヘッドコーチ昇格まで、上記のように三塁コーチを担当していたが、ブルーウェーブでの最後の1年間は140試合を通して三塁コーチに立っていた。ブルーウェーブ退任後は、阪神タイガースの次期監督として有力視されていたが、結局、熊俊二郎オーナーの意向によりうやむやとなった。オリックスの監督を退任した後、2002年から2004年まで、ABC、 スポーツ日本解説者を務める。2004年に野球殿堂入りを果たした。年末に行われた記念パーティーでのスピーチで、今日のパーティーでございますが、これは私の生前層だと思っておりますと語っていた。実はこの時すでに肺がんが発覚しており、闘病を続けていたというが、奥義は生前がんに侵されて闘病している事実を公に、することはなかった。 西鉄ライオンズ以来の名優である中西太志や金村義明一部の球界関係者のみがその事実を知っていたが奥義に懇願されて内密にしていたという2005年にかつて自身が率いた近鉄バファローズとオリックスブルーウェーブの合併によって誕生した新生オリックスバファローズから監督就任要請を受け4シーズンぶりの現場復帰を果たすこの時70歳 これは、当時の歴代最高齢での監督就任だった。翌年に、野村克也が更新。闘病を続けていた肺がんは感知していなかったが、グラウンドで倒れたら本望と、病を押して、監督に就任したという。荒井広正松山秀明らが、扇の体調不良を押しての決意に打たれて、スタッフとして合流した。就任後グラウンドでは病状を隠し気丈に、振る舞っていたものの、 過労による居眠りやベンチに腰掛けたまま動かない場面も目立った。特に後半戦の西武ドームでの試合では、球場の階段を自力で登ることすらできず、外野の大道具搬入口からグラウンドに出入りするほど、明らかに体調を崩している様子が、周囲から確認されていたと。この2005年は終盤まで粘りながら、最終的には4位。プレイオフ進出を逃したものの3年連続再開に、 沈んでいたチームを躍進させた。セーブドームでの最終戦後、レフトのオリックスファンに2、3度頭を下げ、ありがとうを特地にし、そのままセンターバックスクリーン、大道具搬入口から外付けのハイヤーに乗り込んだ。その後球団から監督続投要請を受けるも、恒例と前日の健康状態を理由としてその年、限りでの退任を決め、最終戦の翌日に、 記者会見を開いて、監督引退と球団のシニアアドバイザー、SAA のおさむを発表した。監督引退後、体調が急激に悪化して入院。SA 就任の2ヶ月後の12月15日午後4時10分、肺がんによる呼吸不全のため、福岡県福岡市内の病院で死去。法名は、行走院尺、明る明。扇の死去の法に接し、 同い年でプロ入りし、この年オフに東北楽天ゴールデンイーグルス、監督に就任した野村克也は、もう一度監督としてあいつと戦いたかった、とコメントするなど、死を痛む声は、球界だけでなく、各方面からも数多く寄せられた。葬儀は、扇の意志により、オリックスの球団相とせずに密相にて営まれ、その後、 天国に送る会が2006年1月21日午前11時からスカイマークスタジアムで行われた。また、故郷の福岡県中間市でも神戸での会に日時を合わせ、友人らが天国に送る会を開いている。会の世話人には西鉄時代の同僚だった稲尾和久らが名を連ねた。扇の故郷である中間市は2016年から 中間市営野球場にて中間市内の4中学校と福岡県内から招待した中学校12校による扇明記念野球大会を開催している。また中間市では扇への検証事業の一環として2017年4月1日より中間市営野球場の名称を中間扇明記念球場と変更した。楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。